皆さんこんにちは、ハムハムハイドのハイドです。今回はね、うちで飼ってるハムスターたちの名前がバラバラで統一感がない理由はなぜかっていう話をしようと思います。今うちにはね、15匹ハムスターたちがいるんだけども、名前がね、一郎二郎三郎とかね、そんな感じじゃないんだよね。ケンスケ、夜桜、ハルト、信長、リスコ、チャミ、香り、ひまわり、朝神、アイナ、さゆり、しおり、ジジコ、まさとし、じゅういちなんだけど、結構ね、バラバラじゃん。でね、これね、なんでかっていうと、実はね、理由があるんだよね。ジャンガリアンハムスターは、どうやら、人間が名前を呼んでると、自分の名前を覚えるらしいんだよ。例えば、太郎、太郎って呼び続けると、自分の名前は太郎なんだなっていう風に覚えるんだって。だからハムスターたちが自分の名前を覚えやすいようにあえてバラバラな名前にしてるの。例えば太郎、次郎、三郎みたいな名前ってハムスターからしたらちょっと聞き分けにくいと思うんだよね。ハムスターはちっちゃい動物じゃん。だから俺ら人間が聞くとビー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 って高い声に聞こえんじゃん、あいつらの鳴き声って。だけどハムスターからしたらだよ、俺ら人間の声っていうのは巨大な動物になるから、多分だよ、多分ハムスターの耳には俺らの声はもーもーもーって聞こえてると思うんだよね。そうじゃん、だいたい大きい動物ってそんな感じに聞こえんじゃん、これわーもーもーみたいなね、絶対そう聞こえてんだよ、ハムスターからしたら俺らの声は。だからあんまり似てない名前の方が俺らのもーもーっていう声が聞き分けやすいかなと思うんだよ。例えばマサトシとリュウイチ、こいつらどっちもオスハムスターなんだけど、ハムスターから聞くとマサトスっていうのとリュウイチって聞こえてると思うから。だから太郎とかジローとかだったらさ、わかんないじゃん、ハムスターからしたら。なのでハムスターたちが聞き取りやすいようにあえてバラバラな名前をつけてんの。実はそういう理由があったんだよね。ハムスターはね、名前をね、覚えるのかっていうことなんだけど、まあ、ハムスターと喋ることはできないから、あいつらが覚えてるって聞いて、うん、覚えてるって答えないからね、わかんないけど、でもね、やっぱね、聞き取ってるように見える。まあ、15匹ハムスターがいるじゃん、うちに。例えば、アイナとかって呼んだら、やっぱアイナが振り向くんだよね。もちろん周りのしおりとか朝神とかそういうのも振り向くよ。でもなんつったらいいの、まあ、例えば俺ら人間も山田さんとかって呼ばれたら山田さんが一番はいって振り向くけど、まあ、周りの人もあ山田さん呼ばれてるなみたいな感じで一応見たりとかするじゃん、みたいな感じでハムスターたちも見てるって言ったらいいのかな。ただね、ハムスターによってはっきり反応するやつ、リアクションが大きいやつとリアクションが鈍いやつっていうのはやっぱりいます。これは名前を覚えてるか覚えてないかなのか、それとも性格が積極的だから内気だからかなのか、そこまではわからないけれども、リアクションがでかい小さいっていう個体差はあるかな。でもね、なんとなく覚えてるっぽく見えるけどな。やっぱりね、名前を呼んで寄ってきたら可愛いなと思うし、人間から見てこううなずいたり聞いてるように見えたら可愛いなっていうふうに思うよね。15匹のハムスターにバラバラな名前をつけている理由は、ハムスターたちが自分の名前を聞き取りやすいためでした。この動画はハムハムハイドがお送りしました。